最初のターゲットはエロ詩吟天心木村。仕掛けは簡単。オープニングの撮影をしていると夫人が導火線に点火し木村の足元が大爆発。手の夫人との絡みで夫人早いです。始まる前に挨拶に行ったら素敵なスタイルをされて、余生を謳歌。随分遠いとこまで来ましたのに、これ電車で2時間ぐらいかかってきたんですよ。